おはようございます。今から今日は東北の森キャンプ場でキャンプしてたんですけど、せっかくなんで山中湖の方面をちょっと行ってみたいと思います。もう朝8時なんですけど、ちょっとゆっくりしすぎて、もうだいぶ日が暑くなってきました。でも木陰は涼しいな。あ、でも間違いなく、まあ去年グリズル買ったんですけど、買って良かったものの中では去年はナンバーワンですね。このキャニオングリズル、普通のホイール700Cも入りますし、ホイールは650で、まあ、こういうとこ比べるマシンで、まあ、最高っすね。あと結構速い、値段も安かったんでだいぶおすすめです。買うなら、から300ワットくらいかな、山伏峠のトンネルまで、まあ、結構最後の辺がギュンって上がるんで、まあ、何回か行ったことあるんですけど、ちょっときつかったかなってイメージですね。まあ覚えてないな。オリンピック道で有名な道なんですけど、もうストラバのコムはもうほとんどオリンピックの人で埋め尽くされて、道の駅から峠までメンズで18分で、レディースでウーマンで20分だったかな。めちゃくちゃ速いですね。もうちょっとプロは本当に違いますね、次元は。サウナ展示場人気なんだね。爆音のバイクは本当爆音ですからね。今日は最高を持ってきてないんで、こっちの時計の方でガン見てます。こういう時ガーミンの時計がいいですよね。いろいろ使えて、バッテリーの持ちがすごいいいから、充電器持ってこなくてもいいし、やっぱ木陰は気持ちいい、はあ、この辺日中は33から35度ぐらいなんですけど、夜が17度、8度ぐらいなんで結構寒いですよね。気温差が激しいですね、やっぱ標高高いと。
なんで昨日キャンプの夜はだいぶ寒かったです。この辺からちょっとこれからシャドウがずっと続く感じ。バイクが増えてきたな。今日日曜だもんな。この辺だけ長野っぽい感じがします。昼クライマーを楽にする方法、前見ないっていう。この白線踏んでれば多分楽なんですよね。ダンシングで白線踏んでるね。まあ、遊んでるうちに山越えちゃうっていう。感じですか。よいしょ。あ、もう終わっちゃった。こんな短かったっけ。山伏トンネル。ちょっと写真撮ってきます。富士山ドーン。よいしょ、山の中部着きました。今から三国峠のパノラマ下りだったのところに行きます。向かい、あちさがまだ咲いてますね。三国峠の三国山駐車場を越えてから、気持ちいい峠道が出てます。じゃあ三国山の駐車場じゃね、帰ります。涼しい。いや、綺麗。はい。あとは下りだけです。今日はダウンヒル。ということで、道志の森キャンプ場帰ってきました。途中 GoPro のバッテリーが切れたので iPhone で撮影してます。いや、万能だわ。ということで、終わります。バイバイ。